はい、ゴルファイナーさんでございます。おはようございます。というわけでございまして、今日はですね、京葉カントリークラブという、はい、ゴルフ場に来させていただきまして、はいはい、それはなぜかと言いますとですね、はい、なんと私、大会の方にですね出ます。出ちゃう、すごい。はい、それは何かと言いましたら、はい、京葉インビテーショナルというものに、はいはい、出演させていただきたい。出演ちゃうな、出場か。出場です。そうですね、はい、あのお笑いとかじゃないもんね、はい、だから出演おかしいです、出場ですね、はい、に、出るんですけども、まあ、はい、主催者の方にですね、うん、千葉県プロゴルフ協会ですかね、はい、こちらが、はい、主催されている、はい、大会なんですけども、うん、それに出場です。出ちゃう、すごいっす。ちょっと初ここポスターここら辺に出る、ね、あ、出てますね、はいはい、ポスター結構名だたるプロが出るね、はい、で今回は、うん、ちょっと YouTuber も入れて、はいはい、大会を広げていこうと、広めていこうっていうことで招待されたってことですね。ありがとうございます。他に大田さんとか、あ、そうですね、ヨケンさんとかも、ね、はいはいはい、いらっしゃると思うんですけど、うわー、その今日は連ランです、はい、連ランですね、練習ラウンド、はい、だからもう連ランの仕方も分かってないんで、はい、それも教えてください。だから回っちゃいますか、なんかアプローチを、うん、ここに切られてるかもしらんから、こっからこうアプローチいっぱいするみたいなのやったりするじゃないですか、うんうん、はいはいはい、あ、でもワンデーやから意味ないか。結構プロの試合とかだと、うん、はい、メインは結構グリーンですね。あ、そうだから、はい、まあカッパ切ってあるんだけど、はい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 、みんな結構関係ないところに打ったりしますね、うんうんうん、ここにピン切ってるだろうみたいな想定しながら、うん、何球かパッティングしていくってことですよね、はい、まあ、あとショートとかになると、うんうん、まあ、ここにピン切ってあるだろうってティーショット何回か打っていくみたいな感じが多いですよね。なるほど、うん、だ分かんないですもんね、カップ位置はね。ティーショットも決まってるんで、はいはいはい、ただもうピン位置だけ毎日変わるじゃないですか、うんうんうん、だからそこを想定して打っていくとよくやりますよね。なるほど、うん、じゃあそういうのもちょっと教えてもらいながら、はい、やりましょう、連ランでございますんで、はい、覚えていきながら、やっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします、お願いします。ティーショットはもうロケーションだけ、はい、うん、もうどっちに OB があるかとか頭に入れといて、うん、どこに打たなきゃいけないかとかですよね、うん、まあでもこれは右でしょうね、 OB が。おそらくそう、あんま見えるとこなんで多分広いですよね、うん、基本的には。だから、はい、まあ、今野さんも言ってましたけど、そんな OB ないって言ってたんで、はい、わかりました。ただちょっとビビってます。今日タイ E っていう、グリーンあったんで、 T グリーンですね、はい、567ヤード、はい、おおいきなり長めです。ちょっと普段ね、簡単な趣旨で60で出すとかやってるから、ちょっと試合のセッティングになると厳しいですよね。ごちゃごちゃ言ってんだ、ちゃんと教えてくださいよ。567円、はい、これは僕もちょっと初めてなんで、なるほど、あのガイドブック見ながらかなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。よいしょ、まあまあまあ、うん、ちょっと右すぎましたけども。オッケーオッケー、いいっすね。はい、ここはあんまり気にせんでもええかな。そうっすね、はい、基本的にはそんな気にしなくていいかなって気がしますね、うん、まあ悪くなかった。どうせスリオンや、んどうせスリオンすもんね、これだから。ここは乗っかんないかなと思いますね、はい、では、はい、よろしくお願いします。お願いします。タイトリスト3番です。はい、あ、僕ブリヂストンでした。あ、ナイス、さすが。あらす、3箱僕2箱しか売ってないんですよ。僕2箱であれ一応終わらせたんですけど、まあそんなもんですよね。先生3箱売ってましたからなんか2箱売ってあれ前座だみたいな感じで3箱目行ってたから、もう熱々なんですよ、ほんまは。体違うんですよ、しょうがない。月一ゴルファーしょうがない、マジでこれ本当情けない。俺の感覚で言うと、あ、ちょっと歩きましょうか、ちょっと歩きますか。俺の感覚で言うと、はいはい、まああの要よくラウンドしてるんで、はい、結局練習場の球と同じ球なんか出えへんって思ってる。はい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 、どういう考え方先生。え、練習場の球出したいと思ってるってこと？はい、
今日筋肉痛なんですよ。よまた出たよ言い訳。違う違う言い訳で。違う。なんだけど、はい、体動いてないからとりあえずバンバン打って動かそうみたいな感じですね。ほぐすために、ね。そう。なるほどな。よう聞くわこれ。もうマジで先生も出るんです。その千葉。そうなんです。慶応インビテーショナル、はい、だから。はい。で多分一緒に回るんですよね。そう一緒の組で、はい、で。あの僕の師匠である今の安原プロがあのホストプロなんで、そうか、慶応の所属なんですね。なるほど。はい、でホストプロなんで、でしかも一緒に回ってくれるっていう、ちょっと豪華な。あと1名ちょっと誰があのペアリングされるかまだ聞かされてないんですけども、でそのラウンドも撮影させてくれるという。あ、そうですね。それはもうギャラリーも入って、あのギャラリー入れるんでぜひあのいらしていただいて、ギャラリー来てください、見に来てください。お、緊張すんなそれ。いや、ちゃう、3泊打ちすぎちゃうかっていう話をしてるんですよ。いや、これ、はい、でも、はい、ツアー行くと、めっちゃ打ってる人結構いるんですよ。マジで？え、はい、朝から？朝から。っていうぐらい打つ人結構いますよ。そうか。一回セガサミーに行かしてもらったんですよ。はい、で、セガサミーの時に聞いたら、はい、やっぱりょうくん、石川亮プロも、はい、もう体熱々にしてから、会場入って、で、何球か打って、で、もうスタートするって言ってたから、だからアップめっちゃやっぱ時間かかってるんですよね。結構みんなストレッチとか打つんですよね。はい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 。あ、このキーぐらいは来るんやなって感じですね。なるほど。左グリーン。はいはいはい。まあまあ、うわー、キーあるやん。ど真ん中に。ど真ん中キーあるから、あれに近づいちゃうと打てないですね。ですね。はい。うわどうしよう。じゃあ測ってちゃんとやった方がいいか。そう、あのキーの真後ろに行っちゃうと多分ノーチャンスなんで。ですよね。だから何ヤード残すかとかも考えて攻めていった方がいいですね。ちょっと考えなな。近づけば近づくほどええと思ってたけど、500ぐらいのロングだと、うん、結構グリーン近くまで行くじゃないですか、はい、乗るまであるじゃないですか、うん、でも550超えてくると、はいはい、もう3打目何ヤード残すみたいな話になってくる。そうか、ちょっと木の先行くか木の後どれぐらい残すかどっちかっすね。でも多分100ヤードぐらい残せば上越えれるでしょ。そう、上は越えるんじゃないですかね。あの木まで測って何ヤード打つかを想定した方がいいな。よし、261なんで、で旗までが347。いや、そう、150ぐらい残さなあかんってことになるからそれしんどいから、あ、やばい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 、なしで帯かな。ちょっと手前に落ちたけど転がって分かんないですね。ちょっともう一回打っときます。もう一球打っといた方がいいですね。バカだ、よいしょ。はい、これが一番あかんって言ってたやつちゃうかな。残っててくれ。ここで OB はきつい。朝一OB はきつい。うわあ、これか。あ、これですね多分。うわ ありました。セーフでもここもちょっとめっちゃ遅いから、これは俺はちょっとやっぱちゃんとこっちにします。これはだってもうここを狙わない。どれトラブラしてくれるぜ。これ無理でしょ。どこ打つの。こっち。おう、こっちは生きる人だって。こっちはいや、だけどまあこっちね、安牌ね。そうだってここは当たるぜ。このここの膨らみいくでしょ。これこんなもんやめましょう、うん、こっち行きましょう。そうでしょ、はい、そしてちょうど木もかからない距離になるし、そう、はい、ゆでてでいきます。余裕、今さっきの3番ウッド、うい、ナイスアウト。はい、もうしゃあない。それはもうしゃあない。自分のミス。
いやでもここでパー取られへんのはもったいないな。141ヤードでグリーンですよね問題は。そう141やから、でも一応9番にしとこうかな。届くか分からんけど、はい、9番でいきます。ちょっとフォロー、でも上は通ると思います。あーやばい、右のバンカー行くかな。あ、え嫌だったあ、そう、うわー、え、なんだれって言ってんの。これ拾っちゃっていいですか。はい、どうぞ。今ので4打、え、1、2、3、4、次5打目、やば。あれ、うわちょっと打ちすぎだ。ちょっともう一回打ちます。でもここで練習する意味あんのかここで練習する。まあでもこのバンカー嫌やったんで正解でいいや。違うな、やっぱでもそっちからやな、やっぱアプローチ多分。これ本番はなんか11フィートぐらいにするらしいんで、なるほど、うん、もっと早い。これ今日遅いらしいです、めちゃくちゃ。10フィートです今日はね。結構難しいグリーンですね。グリーンが難しいって言ってましたよ。あ、本当ですか、うん、でも絶対木の裏なりますよね多分。この辺ですよね、なりやすいと思う。打っちゃった。全然大丈夫。オッケー。はい。こっちか来たらもう終わりじゃない？グリーンムズ。グリーンムズ。ダボです。でもセカンドショットがペラペラって言って過ぎたのが一番ですよね。そうそうそう、はい。結果で2回目打った時はちゃんと当たったんで、であの辺やったら多分上越えそうじゃない、ね、いやでもあれ結構近かったか。パー4、はい、短い350ヤード。これでもちょっとなんか谷っぽくない、こういう感じですね。あ、やっぱここ232で谷、うん、谷だけど、まあ、下行っちゃうってことですよね。だから ね、これね OB はほぼないって感じかな。230でもホワイトからやから、こっちやったら246、じゃあ248で下行くと。はい、ナイス、よいしょ。落ちましたよね多分。はい、下まで行ってると思います。あー、やりすぎた。まあ結果的にはいいとこにあるから。うん、
いいんじゃないでしょうか。危なかったです。まさかのあの斜めの木に、あの井上誠一っぽいあの斜めの木に、あの危ねえ、やりすぎた、やられそうになった、ちょっとあの考えすぎた、ちょっとやられそうになった、はい、はい、まあ、練習ラウンドなんでね、はい、今日はあのコースが頭に入ってくれればいいんじゃないかなと思いますけども、もう一回ぐらい来るでしょ。そうですね、はい、わかりました。いやでもね、すごいいいゴルフ場です。びっくりしました。めちゃくちゃ綺麗ですね、はい、いい、クラブハウスも綺麗し、で練習場もすごかったじゃないですか、はい、あのドライビングレンジめちゃくちゃもうすごかったし、何がすごいって、あのショートゲーム1の練習場の方、え、行ってない、後で行きましょう、行きましょう、終わってから特訓だね、うん、特訓賞すごいから、綺麗だマジで火くれるまでやりたい、絶対怒られるやろゴルフ場にクローズしてたりしてあ、確かにありえるな。めっちゃいい施設ですね。いいっすね、すごいな、はい、初めて来ました。すごいいいコースだ、うん、もうすぐ桜もね、咲くし、すごいシーズンは混んですね。本当だ、咲き出してる。はい、来ました、いいとこです、いいとこ、いいとこ、2人ともいいとこです。これは俺があんま壊ないな。よし、いいとこ、いいとこ。ちょっとグリーン真ん中狙いですかね、これ。はい、グリーン真ん中狙いでいいかな。奥に奥が下ってるじゃないですか、はいはい、だ奥に行っちゃうとそのまま持ってかれちゃうかもしれないから、あ、その計算しなきゃいけないですね、これ。でも手前も嫌じゃない？手前でスピンかかりすぎちゃうと戻ってきちゃうんで、どういう球打つかによると思います。ナイスショー、おー、ぴったり、最高、バーディーチャンス、よし、最高でした、よし、気持ちいい、気持ちいいじゃあ私からバーディーパッツ決めときて、はい、いや決めときたかったな、決めときたかった、一番いいラインでしたね。パー3かな、めっちゃ長いけどパー3かな、これ。やばいっすね、うーわ長っ、ゴーゴーゴー、見えた、ピタピン、あ、ラッキー、手前かなと思ったけど、ピタピンでござる、ありがとうございます。ゴー、いいとこ、ナイスオンちゃいますか、光ってて見えねえな、はい、先生はちょい奥、よいしょ、同じようなとこ、ちょい奥、このアイアンマジ今のもちょっと当たり薄いんですけど、うん、このアイアンマジ距離落ちないんですよね。へえ、何230、おお、ピン230、興味ないと、はい、マスルバックしか興味ないと、はい、すみません、ごめんなさい、もうほんまに興味なかないんですけど、ちょっと使ったからちょっとそれやったら俺はブループリント使うから
飛ばなくなるまではね。そうですね。いいってことですよね。はい、でもいつなんやな。でももう結構飛ばなくなってきてるけどな。いやでも全然。こっからもうほんまトレーニングやろな。トレーニングっていうかストレッチっすよね。ああまあ確かに。もう絶対体が硬くなっていくから。そうかそうか。あともう飛距離が落ちる一番の原因は瞬発力っすね。ああ。うん。若い時と違うのは。そうか。力はそんな衰えていかないから。はいはいはい。一筋。いや狙いミス。うちが狙わなかった。くそ。はい。もったいない。いやー入れたかったな今のは。左のバンカーまで240。あのバンカーは入りそうです。なのであのバンカーの左ぐらい願いでいきます。はい完璧やった。おはようございます。フェアウェイドマン。帰ってきて。オッケー。嫌な方行ったかも。まあ、狙い通り。先生が打ってくれたから。どういう風になってるか見れる。ノープロブレム。本当基本 OB がないコースなんですね。ですね。じゃあもうビッグスコア出ますねこれプロたちだったら、うん。ワンデーだったら。誰が出るんですかちなみに。あのポスターに出てる人以外は分かんないです。ポスターに出てる人誰や。ナイス。ええとこっちやジガジさん。はい、すいません。ドライバーエアじゃ悩んでんですよ。だから前半はちょっとパラダイムで行くんで、うん、後半はちょっとゼクショーも試してみようと思ってます。はいはいはい、はい、どっちがええかなと思いながら。いやシャンク、うわ最悪。ちょっともう一回打ちます。ああ最悪だ。しまった。これ普通に打った方がええんかな。ああ、普通に打った方がいいです。はい、勉強になりますね。普通に打った方がいいんだな。いや強い。ああ、ちょっとちょいつつき。はい、手。いや今だからちょっとあのつま先上がりすぎたんでちょっと怖かったんやな。ちょいすら。お先です。おい、
ございます。ありがとうございます。ナイスボール。もういいんじゃない。ナイスショット。はい。いいっすね。いい。よし。入った。ちょっと左足上がり俺んとこ、いやいやと、うん、ちょっとあのあれがここと この足盤とこっちも違うかったんですよ、高さが。なるほどね、はい、ちょっとそっちは高いってことだよね。そうなんですよ、ちょっとやったな、しゃあないな、諦めよう。悔しい、今めちゃくちゃいいさね、ユーティリティ、うん、あれ5番も欲しくなりますね。うなずきがめっちゃでしょ、だから買いました。4優が良すぎたから5優も買っちゃったパターン。5優を抜くと何番アイアン抜くの？5番アイアンと、うん、5優と4優なんですけど、5番抜かへん、だから5番アイアンも、うん、ゴー、ナイス、止まれ、戻っちゃった、ははははは、スピン、よう効く、大きくね、グラブやで、あー困った、ああもう違う、打ち出しが違う、あーだいぶ左傾斜ある、あーもっと見とかな、うわーもったいねえ、3-4 3パッドやっちゃった、先生俺多分恥かくわ。恥かく、いや恥かこう、ほんで練習しよう、大恥かきたくないよ。練習するしかないな。でも、うん、結構プロカテゴリーで出てる YouTuber は結構厳いと思いますよ、はい、なるほどね、だってまだいいじゃないですか、立場的に、はい、アマチュアやし、だってスコアガチで出ちゃうじゃないですか、うん、ナイスショット完璧、うん、7抑えって感じですかね。先生あれひょっとして右に切られたらえぐない？多分ね切ってくると思いますよ。はい、これは右にぶっちゃけ右に切られそうっすよね。はい、これ右に右だと思います。俺右に切られたらめっちゃ怖いねんけど。もうセンターっす、センターですよね。はい、そういうことやな。センターっす。6番にします。うい。おお、ナイスボール。いやでもちょっと当たりすぎたか、でかいな、多分左奥、あ持ったか、あちょっとこぼれた、これはね右のバンカーの上ぐらいか真ん中、そのバンカーの右縁ぐらいのラインに来てきそうですよね。アプローチむず、うん、アプローチむずいな、ね、でも右下は絶対外さん気がするな。グリーンちっちゃいんだな、ちゃんと見ると、はい、しかも右に切れてる、あれあのね、右に落ちてる、また危ない方に、危ない方に、
やっぱすごいな、もう。いや、すごい。だからほんまグリーンのその傾斜でやっぱ難しくしてるってことですね。そうです。そうやって難しくするんだな。いや、うわーすごい。うわー、食われまくったけどそんないった。そっち外したら入らんて。おい、あー、あがり3ホール、あがり3ホールパボギー、くそ、何オーバー知らない。フェードしちゃった。でも大丈夫でしょ、あそこは。はい、大丈夫。はあ、ドロー打ちたかった。うー、危ない。ナイスショー、ナイスショー。はい、じゃあもう一球打っていいですか。はいはい、どうぞ。ナイスショーっすね。はい、大丈夫です。ちょっと練習いきますね。練習。はい。でラウンド結構してるっすか。してます。だからラウンドよりスイング固めなあかんかなと思ってます。はいはい。見えへんな、これでも見えへんな。でもこれはどう考えても右目でしょ、打つとしたら。はい、あ、ちゃうやん、左目やん。グリーン右やん。オーマイガー、こっちが音が長かった。フォローになってきたね。これはややこしいよ、先生。いやー、あっちまったー。はい、私もバンカーでしょ。バンカーまで行ってない。行ってないかも。手前。はい。でこう。やっぱ早く振ろうとして体の開きが早くなっちゃってますよね。なるほど、今のね。うん、38ヤード。これはむずい。止まれ。うおい、マスピン。よし。すごっ。しゃない。いや、でもうまく打ちましたね、今のは。いや弱い、うわ弱、あーもったいねおい、恥かくで、ほんまに。おー、頑張った。頭折ってます。はい、頑張りました。うまい。はい、俺刻もう。どうぞ。うん、結局もうなんかドライバー使うメリットないもんね、これ。ない。結局あ、やっちゃった。あ、でもちょっと曲がった。巻いた、巻いても。でも左は大丈夫でしょ。だから200やっても103、上り入れたって130ぐらいしか残らんってことか。だから番手間まで230なんで、うんうん、220打っといて、うん、残り100切るかなって感じでもいいかもしれないですけどね。うんうんうん、僕はそれで考えて、結局ドライバー打っても近づいてもなんか左足上がりとかなっちゃうんで、打ちづらくなっちゃうかなと思って打ったんで、はい、すが、うん、巻いちゃいましたね。巻いちゃいました。ああ全然いってますやん。え、何やったら俺もいってるやん。どういうこと。
乗ったっぽいですけど、ちょっと左っぽかった。だね。やっぱちょっとつま先ちゃんちゃん前足左足上がりやとちょっと左来ちゃう。あ、そうですね。基本は左行きます。やっぱ。そうか。でもこの右狙えなかったですね。右のバンカーが気持ち悪かったんで、うん、やっぱりそれは危険なんで、だから狙ってちょっと左でも OK としようっていう風にしとかないとダメだと思います。カモンカモン、おっしゃーゴールパイナイスー、よしナイスボディー、ありがとうございます。よし、やっぱりスライスは好き、わかった、スライスは好き。よし、お、551ヤード、1個バーディーでよかった。これはもう打ちやすいっす。あー何が起きた、何が起きた、あのエララさんをねめっちゃ想像してしまったっすよ。ほんで ここでこうくるって回すみたいなイメージしてもうたから、あーなんで自分のスイングしねえんだよ、なんであんなエララさんのスイングするんだ俺は。しょ、ほんまはマキロイをやっぱ頭の中で想像して振りたいんですよ。マキロイ、うん、でも、はい、マキロイはむっちゃドローボーラーじゃないですか。フェードに変えたんすよね。え、ほんま、はい、じゃあマキロイでいいか。いや、そんななんかあのまだマキロイでいいか。ああ、じゃあマキロイでしょ。へえ。フェードした？フェードっす。でも両方打つでしょ、多分絶対。まあ両方打つと思いますけどね。うん、よっしゃ。マキロイ見よう。トミー・フリードウッドもドローボーラー。トミーはドローじゃないかな。ザンダーもドローボーラー。ドローですよね。フェーダー誰？ラム。ラム。ダスティン。ダスティン。ラム、ダスティンか。変速スイング。でも最近思うんですけど、中島啓太君のスイングめちゃくちゃいいなと思うんですけど、あとプロたちが絶賛してるのは久常さんらしいですよ。おお、久常、まあ、体強強系ですよね。そうそう、久常さんは結構だから、はい、確かに、うん、もう長いことラウンいけるんじゃないかみたいなこと言われてるらしいですけど、力んじまった。え、173もある。じゃあもう全然ダメ。絶対刻み、池手前に刻みます。7番や。173ヤード。ナイスアウト。めちゃくちゃうまい。何番ですか？7番。7番で100ぐらい打ったんちゃうかな。あートップ、止まれ止まれ、緩んだあかんと思って緩んだあかんと思ってめっちゃ凹んでるじゃないですか。うまいんじゃない？ナイス。うん、精一杯やと思います。ああ、うまい。今のはうまいでいいっすよね。もちろんです。はい。うまい。ナイス。ボギー。よし。ナイス。今のはアプローチうまかったな。
はい、前半終わりました。終わりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スコアはちょっと分かりません。7オーバーか、7か8かオーバーです。1個でもバーディー取れたんでよかったです。でも、むずいっす。ね。グリーンがね、はい、KO カントリーグリーン難しいっすね。はい。はい、本番これより早くなるんですよ。確かに。やばいっすね、ちょっとこれ。でも OB はなかったですね、ほとんど。OB はないんで、うん、グリーン勝負って感じですね、これはね。うん。それでやります。後半もご覧ください。はい、お願いします。はい。